突然ですが、皆さん睡眠時間足りてますか？朝起きることが楽しみになるをコンセプトとした話題の睡眠ゲームアプリポケモンスリープが国別の睡眠時間を調査したところ、日本は5時間52分で圧倒的に短いという結果に。かねてから不眠大国と言われる我が日本、睡眠不足は様々な健康リスクを招くと言われ、国民的問題としてその改善が求められています。国も十分な睡眠を推奨していますが、実際問題、忙しい毎日で眠る時間を確保する難しさも。そこで今回考えたいテーマが、睡眠時間ってどれくらい必要なの？早速リサーチを進めると、やはり長くたっぷり寝ることが大切という意見が大多数。と、そんな中、こんな人を発見。え？1日30分睡眠？短時間睡眠でより健康になれる？本当にそんなことがありえるのか？これは気になって夜も眠れない！ってことで、早速本人の元へ急行。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。30分睡眠で伺ってきたんですけども、はい、本当なんですか？はい、本当です。いわゆるショートスリーパーで生活してます。ショートスリーパーとは、ごく短い睡眠時間でも疲労や集中力の低下もなく、健康上問題なしって人のこと。とはいえ、堀さんの場合はかなり極端ですが。体は全く問題ないんですか？むしろどんどん健康度は上がって、今が一番肉体年齢若いみたいな。無理をすることは全くもって僕はやってなくてですね、むしろ自分の生活に合わせて活動と睡眠のバランスを取ったら今の睡眠時間になっている形です。1日の活動時間が長い分、充実した毎日を送れているという堀さん。現在はショートスリーパーを育成する会社を運営し、無理なく睡眠をコントロールするメソッドを発信中。とはいえ、本当に30分だけで大丈夫なのか、気になる日常生活を覗き見させてもらいました。お昼12時、密着スタート。ちなみに今日は何時頃起きたんですか？今日は朝2時半に起きましたね。眠気とかはないですか？は全くないですね。全くない。はい。起床からすでに10時間以上精力的に活動していますが、眠気は一切ないとのこと。仕事が一段落した後はお風呂タイムを挟んで街へ外出。これから原宿の方に日焼けサロンに行っていきます。実はこの日焼けには大事な効果があるようで、日中にしっかりとお日様であったり日サロンに入ることで、メラトニンっていう時計遺伝子っていうのがあるんですけども、このメラトニンがたくさん出ると睡眠を整えるのにも非常に有効ですね。続いてやってきたのはトレーニングジム。体を鍛えることにも意味が？体力つけておくことでショートスリープで活動するっていうのも息切れせずに活動できるようになります。あ、なるほど。帰宅後真っ先に向かったのは、ちなみに今日これ何回目のお風呂？今日は4回目ですかね。4回目？はい。同じ刺激を続けてるとどうしても眠気って出がちなんですけども、お風呂っていう非日常の空間に行くと目が覚めたりとか活動しやすくなったりします。いいですね。食後も仕事やトレーニングなど次々こなしていく堀さんですが、一向に眠そうな素振りは見せず、気がつけば起床から23時間が経過。そして午前2時、ついに。じゃあそろそろ寝る時間ですね。いよいよベッドへ移動。果たして本当に30分で起きるのか。一度大きなあくびをした後、堀さん一瞬で就寝。
そして起きた。おはようございます。おはようございます。どうです。おう、いい時間ですね。ちょうど睡眠時間はなんとたったの27分。調子はどうなんですか。体あ、もう絶好調ですね。絶好調。薬寝ましたから。薬寝ました。はい。てな感じで驚異的なショートスリーパーの実態を目の当たりにしましたが、これに対し睡眠の専門家は、実際おられるのは間違いなくって、でも非常に今頻度が少ないということも言われています。そう話すのは世界最高峰と言われるスタンフォード大学の西野誠司教授。でそういうものは遺伝的な、影響を受けることが多いですね。そうでない人、まあ、ほとんどの方がそうだと思うんですけど、短く するっていうにはやっぱり多少無理がある場合もあるので、気をつけた方がいいかもしれませんね。ショートスリーパーは遺伝子の突然変異などが関係していると考えられ、素質がない人が無理に実践すると大きな悪影響を及ぼすと指摘。つまりどんなに忙しくてもやはり十分な眠りは必要。その人に合ったベストな睡眠時間の見極め方は、僕ね、睡眠時間をがっつり取るというのは結構ルールにしてます。遅刻して怒られる方がまだマシっていう。睡眠重視で寝ること大好きなひろゆきと考えます。はい、ひろゆきさんどう見ましたか。結局その僕の場合ですと頭使うのって寝てないと頭回らなくなっちゃうんですよね、うん、なのでその頭使わないですとかルーチンワークやり続けますって人が睡眠時間短くても大丈夫っていう人は全然いると思うんですよ。もともとショートスリーパー体質の人で、ただショートスリーパー体質でもなくて頭が使う人が同じことやっちゃうと多分失敗するだろうなと思うので要注意って話なんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、実際にご本人に伺ってまいりたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。VTR にもご登場いただきました1日30分睡眠を15年続けているというですね、はい、ショートスリーパーの堀大輔さんです。堀さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。目パッキパキじゃないですか。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そしてもう一方です。睡眠研究の総本山と言われますスタンフォード大学で教授を務めていらっしゃいます睡眠学の権威でいらっしゃいます西野誠司さんです。西野さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、はい、今日は米国のカリフォルニアからで朝4時起きなんですね。いや本当にすいません。眠たくてちょっと集中力かけてます。無理に起こしてしまってすいません。アメリカ西海岸大変な時間でして、ありがとうございます、はい、恐れ入ります。さあ早速ですけれども堀さんに伺いますが、はい、そもそもこう睡眠時間、ね、短くなったきっかけといいますか、はい、何なんでしょう。まあ、単純に時間が欲しかったっていうのがもう一番の、まあ、誰もが思う理由だと思うんですけども、はい、まあ、仕事であったりとか趣味であったりとか家族との時間、いろんな時間っていうのが、まあ、したいんですけども着手すらできないっていう状態があってですね、まあ、それをなんとか解決したいというので、はい、まあ、睡眠の研究始めて、で自分の睡眠時間を7年かけて短くした形ですね。僕のもともとどのぐらい寝てましたか。もともと8時間半ぐらい寝てましたかね。8時間半ぐらい寝てた、はい、それをだんだん短く、ですね、うん、まあ、理論に気づいて自分で実践していくときに、まあ、突然、まあ、2時間ぐらいの睡眠に落として、まあ、そこから45分30分ぐらいは、まあ、半年以内の間で落ちたかなと。一気に2時間ぐらいまで落としたんですか。そうです、ね、8時間だったものを、はい、そうです。そもそも論、じゃあ人間って睡眠ってなぜ必要なんですかっていうのをちょっと先生に聞いてみたいんですけど、いらないんだったらゼロでもいいじゃないですか。で魚とかってその目開いて泳いでる間になんとなく寝てるとか言われてますけど、でも睡眠的な横になったりとかしないわけじゃないですか。だから生き物って実は睡眠ゼロでも可能っちゃ可能のはずなんですけど、人間果たして睡眠必要なんですか。やっぱりその起きてる時でできないような体の修復ですね。でそれがやっぱり一つ大きな役割だと思います。でそれでやっぱりまあ眠気とか疲れを取る、でそれ以外にまあ最近分かってるんですけど、やはりその自律神経を整えたりとかホルモンバランスですね、で免疫同居、それからより最近の話なんですけど脳を使えばやっぱり疲れるので、脳の代謝物を睡眠中に効果的に排泄するっていうふうなことも分かってきて、まだまだ分かってない機能もあるんですけど、やはり重要だ、必要だということだと思います。体に休息を与えるだったら、そのお風呂で動かないもある種休息だと思うんですよね。
でそうするとその記憶をする必要ないっすっていう人であれば、でもうなんか元々丈夫だから風邪もひかないっすっていうのであれば、ホルモンバランスの調整と脳の老廃物の2つだけが理由ってことになっちゃうんですか？いや、それは人によってもちろん違うので、はい、でそれで例えばホルモンっていったところで成長ホルモン、子どもの発育とかに対して非常に重要ですね、うん、でそれから、まあ免疫のことも言いましたけど、例えばコロナですね、そういったもの、まあ、アメリカでこの前もインフルエンザのことでも言われてたんですけど、やはり適切な睡眠をとらないと感染しやすくなる、で回復が遅れる、それからワクチンを打っても抗体ができにくいとか、そういうことも分かっているので、でまあ、状況は人によってそれぞれなんですけど、まあ、その一番、基本的な生理現象で、それで、まあ寝ている時、起きている時にはできないような体の修復維持を行っているので、それを取らないとやっぱりいろんな弊害が出るというふうに考えた方がいいし、具体的にどういう弊害が出ている人は、うんうん、その睡眠時間足りてないっていうのが分かったりするんですか、はい、目が悪くなるとか。例えば最初言われたのは生活習慣病なんですね、適切な睡眠時間取らないと太る、高血圧で、それから以前から分かってたんですけど、やはり睡眠に問題ある人が精神疾患の発症率が高いし、で精神疾患が発症すると睡眠の異常も出る、うん、でさらに最近はやっぱりがんですね、でがんもやっぱり免疫に関わっていて、健常な人でも異形細胞というか一定の確率でそういうものが出てくるので、それをまあ除去しないとそういったリスクが高くなる。でそれから脳の老廃物のこと言ったんですけど、それ例えば認知症とか神経疾患にも関わる、まあそういったものも遺伝的な要因がある人が特に睡眠をおろそかにするとそういうリスクが高くなるっていうふうな、まあ睡眠だけで説明できるものじゃないんですけども、まあそもそもはい、ちょっと今の話具体的なところがあんまり僕ないのかなとちょっと思うところがあって、そのひろゆきさんの聞かれてた、なんで睡眠を取らないといけないのかっていうので、まあ免疫力がとかの話されてたと思うんですけども、まあ、そもそも睡眠の最中免疫力下がりますよね、そもそも論として。例えばなんですけど、いや下がらないです、下がらない、いや下がりますよね、いやそれはね、体温をね非生理的に動かした場合に体温を加工させた時に、はい、免疫力が低下ということがあるんです、ね、はい、体温下がりますよね睡眠の最中、はい、いやそれは生理的に下がっているので、むしろ例えば免疫に関したらエンコーディングされているとかいうふうな睡眠の前半部ですね、抗体を認識してて、だからそういうことは今のは体温を下げるっていうのは実験的に非生理的に下げた場合には、まあ、インビート、インビボがあると思うんですけど、そういうことが起こりうるということ で先ほど睡眠取らないと元気になる、確かに短期間の断眠は、交感神経活動を高めて元気が出たりすることも、まあ、報告されてるんだけども、長期間の場合には必ず、まあ、先ほど言いました睡眠の役割に障害が出て弊害が出ることが多い。それはまあ、断眠の話は今しても、ショートスリープ、睡眠時間の話なので断眠は今話題ではないかなと思うんですけど、はい、だから、はい、本人が努力しなくて、その睡眠時間が短くて、その全くそういう弊害がないという人はショートスリーパーというんですね、まあ、そもそも僕ももともと8時間半寝てたんで、はい、その遺伝子的に、はい、だからおっしゃられますけど、遺伝子的に僕は多分優れてないんですよ、親もショートスリーパーじゃないですし、でもまあ全然今30分睡眠で活動してるわけですし、はいはい、まあ、お伝えした方もたくさんの方がショートスリーパーになってるんですよね、はい、で、はい、だから今のご発言聞いてると、基本的にこう可能性をすごく狭めてる発言をされてるようになってると。もともとショートスリーパーであって長く寝られてて、それで短くすることが成功した可能性もあると思うんですね、まあ、別に長く寝るも自由だと思うんですよね、僕も別に長く寝ようと思ったら長く寝れますし、飛行機の間とか全然僕は睡眠がコントロールできるだけの話なので、で、まあ、例えば、まあ、図で出ている方でいうと、まあ、一概にこれも断言で言えるものではないんですけども、多数のもので成果を出している人とかの睡眠時間って短くなりがちなんですよね、まあ、いろんな刺激を受けやすくなる、例えば法律を作るであったりとか、武術がすごいであったりとか、まあ、様々な分野に精通している人の睡眠時間短くなったり、まあ、例えば大谷翔平選手でいうと野球だけやってるみたいな、一つだけを極めている人っていうのの睡眠時間は長くなる、それは一つのものしかやってないので刺激率というかですね、まあ、感受性っていうのがその一つのものが飽きてきたりすると落ちていて眠くなってしまうっていう現象がある。
っていうのがあったりしますね、はい、なので、はい、ご意見受けたまりました。ダビンコイさんいかがでしょうか。でもそれはジェフ・ベゾスとかって言えるんですか。ベゾスさんももともと睡眠時間短い時期もあったんですよね。でも7時間って書いてあるじゃないですか。まあ今7時間っていうそれ自由でいいと思うんですよ、ね、まあ、それは自分で選んでるね。まあそうです。でもこのだからひるきさんが一番最初に言ったのが、僕も睡眠の大事なところは自分が解決できない問題が出てきた時に無意識に答えてくれるのが脳なんですよね。でその脳がやっぱりあそういえばとか起きた時にそういえばっていうのが寝たからこの考えさせた時間耐えたと俺勝手に思ってるんだけど、なんかそういう脳を使った時に困ったことないんですか。このなんかやっぱ睡眠がないとまともに考えられなかったとかっていうのは。あの僕睡眠普通にとってますのでちょっと皆様勘違いされてるかもしれないですけど、まあ、あなたにとっては普通ですけど僕にとっては全く普通じゃないから分かりたいんですよ。だからその、はい、なので、うん、その時間が短いだけの話ですよね。だから、うん、あの皆様が行われている睡眠という作業を、まあ、8時間でなってるのを僕30分でやってるっていうだけで考えたら別にその作用って密度が濃いっていうご指摘、うん、まあ、まあ、例えばの話ですけどね、うん、時間の話はですねこれあの見解の相違がありますからあまりどちらかというと深く気持ちよく眠れる方法をどちらかというと伺いたいかなというふうに思います。西野さんどういうふうに考えたらいいんでしょうか。一般的にはやはり規則正しい生活をして、でそうすると例えば入眠の時体温が下がるっていうようなリズムが形成されて、ね、素早く深い睡眠が出る持続するっていうふうなことがあるので、やはり生活習慣大事だと思いますね。ありがとうございます。睡眠薬、はい、なんか睡眠薬とかで強制的に8時間寝ましたっていうのと自然に8時間寝ましたっていう時になんかすごいすっきりした感ってやっぱ自然寝た方がすっきりした気がするんですけど、その生理学的には睡眠薬で8時間と自然寝た8時間って全く一緒なんですか、違うんですか。最近、まあ、いろんな睡眠薬出てきて、まあ、体の中にある、まあ物質の作用を同居するとか、それを抑えるとかいうのも出てきてるんですけど、以前のものは無理やり寝ます、ね、寝させてしまうということで脳波量もかなり、生理的な睡眠と違ったんですね。だから、まあ、その睡眠薬の種類によるんですけど、やはりその薬理作用か生理作用かとかいう難しい問題があって、まあ、最近のものはより生理的な、まあ、作用を、そこが障害があるならそこを正そうというようなものが増えてきて生理的な睡眠に近くなってきているというところです。あ、じゃあ基本的には生理的睡眠に近い方が人間の体にとっては良いということですか。それは詳しくは分かってないんですけど、やはりその睡眠脳波とすれば、その正常な脳波が出てないくて、その行動的には眠ってるっていうようなことがあって、でそれはやはり良くないだろうっていうような推測がされることが多い。麻酔薬バンバン打って成長させるってドーピングが可能なんですか。いや、あんまり言えないんですけど、そういう薬もあってアスリートが使って成長ホルモン出るっていうようなものがあるんですね、短期。はい、ありがとうございます。堀さんはとっても短い時間できっとぐっすり眠ってるんだろうというふうに思いますが、はい、気持ちよく深く寝る方法っていうのはどういうふうに考えたらいいんですか。まあ、おっしゃられる通り あまり一日の日差がないっていうのは重要かなと。なので日によって変えていくっていうのはやっぱり人間の在り方としてはあんまり自然なものではないかなと。まあ、その上であまり睡眠の中身考えないことっていうのが重要というのは伝えたりしてます、うん。まあ、例えば別にその自分の睡眠のノンレム睡眠が何パーセント出てたとかレム睡眠何パーセント出てたって分かんないと思うんですよ、うんうん。まあ、なので寝てから自分の睡眠がどうだったかっていう評価とかをしてしまうとどんどん悩んでいくことになっちゃうので、はい、もう寝たら寝るで、まあ、その結果が何か、まあ、問題があったとかだったら翌日の活動の中でフィードバックしてっていうのが重要かなと。堀さん、もうちょっと言うならば、はい、まあ、まあ、30分に限らずですけど、はい、まあ、もっと寝たいって思う時あるじゃないですか、はい、その時って寝た方がいいのか、はい、起きなきゃいけないなら起きなきゃいけないんですけど、寝られるなら寝てもいいのかっていうのは、はい、ありがとうございます、うん。そもそも僕が提案しているのはショートスリーパーを押し付けたいわけではなくて、うん、睡眠時間は自由ですよっていうのをお伝えしたいんですよ、ね。はい、それが例えば、まあ、お仕事してない時だったら長く寝る時もあるかもしれないですけども、お忙しい仕事をしている時だったら短い睡眠時間で活動する時もあったりすると。でそれがただいたずらに睡眠時間が長くないと体に悪いっていうのばっかりが流行ってしまうと、うん、じゃあ睡眠時間短い人とか夜勤の人とかっていうのが自分体に悪い思いをしながらもちょっと、うん、頑張るみたいな風になるのは、はい、やっぱ風潮的に良くないかな。じゃあ長短してもいいっていうことですね。個人的には全然いいっていう形でお伝えします。昨今、ね、はい、それこそ西野先生 のご著書もいろんなビジネス誌で取り上げられたりとか引用とかもされていて、うん、やっぱりその日本 の特にビジネスマンたちが自分たち その睡眠時間の短さとそれからよく寝つけられないっていうそのストレスみたいなところにものすごく悩んでいるっていうのは今の
な動きだと思うんですね。で一生懸命その乳酸菌飲料を飲んで、で睡眠あの習慣を変えましょうみたいな風にやってる。だからそれだけみんながそこにあの問題意識を持ってるってことだと思うんですけど、まあ、でもそこをその長く寝なきゃいけないんだっていう風に思うのもおかしいし、短い方が成功するんだと思うのも、まあ、多分おかしくって、個人差それぞれで自分のその適正な、そのさっきおっしゃってたのは個人って言ってもその状況によって、はい、どんな仕事してる状況にかによって、まあ、寝る時間が変わるんだなという理解は、はい、うん、しました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。